そしたら続きやっていきましょう。前回は新メンバーが4人加わりまして、3階までの部屋が全部埋まりました。これからまた人間関係が複雑になっていきますけれど、楽しみですね。じゃあ早速、なんかイベントあるね。慰め会開催中。誰かが慰められているようです。誰だか落ち込んだのって、オカリナちゃんだっけ。オカリナちゃんを慰める女子会が開かれてるのかな。ちょっと入ってみましょう。お、あ、男どもが囲ってる。この前、矢吹きからビームを出すつもりな、うん、あー、あるあるだよね。それで頭から被っちゃうの。あるよね、これ。うん、あるある。うむだけじゃないよね。うん。慰める気あんのお前ら。前に買ったつづらの本も。つづらの本、あ、綺麗で良さそうだね。あ、結構流行ってるんだ。みんな一度はやるよね。いや、それはどうかわかんないけど。もう一人にしてあげた方がいいんじゃないこれ。スパーツやるね。うん。どういうこと。そりゃシーンってなるわな。より落ち込むっちゅうの。つかなんでオカリナちゃんだけケーキ食べてないんだろう。お母さんって呼んじゃったことあるよね。ないけど、たまにいるらしいね、そういうのは。都市伝説だよね、それ。光さんあったんだ、昔。俺もリアルでは見たことないな。この前、蛇口から水も出すつもり。それさっき話したじゃん。え、何自分の話にしちゃってるの。HIKRIRらしいね。あ、でもあるよね、うん。お前さっき話してたじゃないか。なんでお前もう忘れてんだよ。オカリナちゃん、ちょっと。妙がクリーム、歯磨き粉とあの洗顔クリームを間違えたことはたまにあるけどね。笑える、確かにウケる。ダメだこれ、もう時間が解決するしかないからさ、無理だよもう。あ、カラオケでストレス発散するのいいんじゃない。ねえ、オカリナちゃん歌うまいのかな。チカートそうだよ、でもショックだからね。どんな話ももううざいってなっちゃうんだろうね。あ、そうなの、女子みたいな会話してる。私ってお前何 女子のふりしてんだよ。ダメだねオカリナちゃん。やっぱり男がね、いくら慰めてもダメだと思うんだよね。やっぱ同性の女子の方が気持ち分かってあげられると思うから、女子会開けばいいのにね。なんで俺たちがさ、慰めてんだろうね。同じメンバーだ。これいつまでも続いてそうだな。じゃあミーニュース見てみましょうか。ミーニュース古川さん、こんばんは。しじみのミーニュースをお伝えします。お願いします。今日はどんなニュース。爽やか担当に反抗坊豊田がお伝えしました。反抗坊豊田、豊田って IKKO さんだっけ。豊田さんが焼き上げるパンは上品。100種類の IKKO さんが見れるのか。お店の棚にはチューリップパンや虫眼鏡パンが並び、随分奇抜な形の作ったね。豊田パンは並べた瞬間に怖いんだ、夢に出てきそうだよこんなの。マジのミーに聞きました。ヒカさん、なんちゅう格好してんの。それに関してもう少し安く語る。いや、これはもう黒歴史だからやめた方がいいと思うよ。今さら？まあ顔のパンっていうのは昔からあったからね。アンパンマンのアンパンとかさ、カレーパンマンのカレーパンとか。でもやっぱさ、人型っていうのは斬新なんじゃないかな。売り出せば売れそうな気がする。あ、またハートついてるよ。これ誰だっけ。テルハシさん、テルハシさん、まさかヒカリンさんのことを。どうしたのテルハシさん、誰。やっぱりサイキクスを。実はアビムのことが好きです。告白しないのですが。オフオフ。ちょっと手伝うわけにはいかないよ。バスターには悪いし、おモテる男って辛いな。テルハシさんから告ってくるなんて、どんだけ俺魅力あるんだろう。どんな感じで告白したらいいですか。そうだね、どうせ失敗すると思うけど、ここはテルハシさんの可愛いところを見てみたいから、可愛く。告白する場所はどこがいいでしょうか。告白する場所は教室とかいいんじゃない。やっぱりその前に着替えた方がいいですかね。うん、その格好じゃさすがにね、ちょっと私も燃えないんで。じゃあセーラー服でいきましょう。やっぱ教室といったらセーラー服ですよね。さあ、アビブは来るのかどうか。多分来ないんじゃないかな。あ、来ちゃったよ。おい、パンダの格好で来たよ。どうしたの、こんなところに呼び出して。アビブに付き合ってる人いないなら。めっちゃいるけど。立候補しちゃおうかな。かわいい。オフ。アビブですよ。ごめんなさい、久しぶりに聞いたわ。アビブのそのイントネーション、ヒカリさん以来だもんね。ごめんなさい。あー、テルハシさん、ごめんなさい。俺の分身が、あいつ調子に乗ってるんです。残念な結果に終わりました。そうだよ、もうアビブは無理だからさ、やっぱテルハシさんには再起がいいと思うよ。
なんでさ、そうさ、絶対叶わない恋にさ、こうやってみんな粘着するの？あー、気が済むならいいと思うよ。なんだろう、ネクタイピントが欲しいかもしれない。来るのかな、アビブは。その日、アビブが、やっぱりね。その日、結局、あの人が来ることがなかった。いい、偉いよ、アビブ。そして、下手に期待させるよりもね、こうやって吹っ切っちゃった方がね、次の恋目指せるから。さすが、アビブ、いいやつ分かってる。テラハさんはやっぱり、ね、サイキクスがね、似合ってるよ。うん、仕方ない、仕方ない。すごく残念な結果に終わりました。あ、もう、落ち込みとかマックスになってるじゃない、回復しないの？もう、諦めようと思います。そうだ、諦めな。落ち込みとこんなに溜まってる人初めて見たよ。もう諦めようと思います。そうだね、バッサーとラブラブすぎだもん。そりゃ無理だよね。新しい恋目指していきましょう。あ、フルカンさん、今度は誰なんだい？誰を好きになってしまったんだい？この中だとフルカンさんはやっぱりトルタツが最高だね。何を言い出してるの、あなたは。誰好きになったの？タクゾーのことが好きです。タクゾー、IKKO さんだと思ったんだけど、タクゾーなんだ。でもタクゾーはウゲポと付き合ってほしいっていうのがあるんだけどな。でも手伝ってあげようか。そうだね。じゃあ、ロマンチックのがいいんじゃない？場所はロマンチックだから、屋上よりも公園かな。その前に着替えた方がいいですか、ね、そうだね、それだとちょっとカジュアルすぎるから清掃で行きましょう。清掃でこちらで勇気も出して告白していきましょう。禁断の恋、重婚しちゃいましょう。さあどうなる。星空が綺麗じゃない、最高のシチュエーション。来てくれた、ちゃんと。はあ、ドキドキする。私のいない世界も想像してみてください。色褪せた世界だったら私が必要なんですの。このゲームのプロポーズってみんな臭いの。さあどうなる。ちょっと待った。あ、ああ、コースか。何しに来たの。止めに来たってことは。めっちゃ見てんだけど。本当にあなたも好きなのは私です。ちょっと、なにこれ、この金髪同士の奪い合い。私の方があなたのことも好きに決まってます。これどっちと付き合うの、タクゾー。めっちゃ睨んでる。どっちも選ぶんです。どっちを選ぶの、タクゾー。はあ、はあ、ダダーン。どっちも選ぶんです。両方振られたこんなことってあるの？ちょっと待ったとかあるんだ。うわ、とんねんず呼んでこなきゃ。すげえ。しかも両方断られるって。残念な結果に終わりました。あ、これ二人とも落ち込み度上がっちゃうの？大丈夫？まさか？なんなんだよ、このチーム、揚げ豆腐のみんなはさ。なんでそんな執着するの？いやー、気が済むならいいんじゃない。これまたコースが来んのかな。それだったら超面白いんだけど。さあどうなる。コースカには内緒で行ったのかな、今度も。あー、タクゾープレゼント攻撃どうなる。来たってことはちょっと脈ありなんじゃないか。あ、なにこれ。これが私の愛のすべてです。ゲロ受け取ってください。自分で吐いたのかな、咀嚼したものを。ですよねー、ですよねー。そんな気持ち悪いもの出されたらね、そりゃ OK とは言えないわな。あー、また振られてしまった。チーム揚げ豆腐ってどうしてこんな恋愛に弱いんだろう。あ、これで落ち込みと回復するんじゃない。 OK、 よかったよかった。立ち直って次の恋目指そう。一行さんあたりだったら二つ返事で OK してくれんじゃない。友達が選ぶんじゃなくって選ばれるんです。知ってました。あー、そういう考えしたことないけど、そうなのかね。なるほど。いや、面白かった。コースがどうなってんの？落ち込み度上がってんのかな？ファイトしてるみたいだけど。で、なんで急に告白邪魔しに来たの？面白いからやめてよ。こんにちは。あ、落ち込み度上がってないじゃん。あー、じゃあ別に振られてもどうってことないって感じだったのかな。IKKOのものまねも聞いてください。IKKOさん？はい。聞いてあげる。似てる。声質まで似てるじゃん、すごいね。似てる似てる。似てました。
そりゃ良かったです。あんま自信なかったってことか。顔のなんかパーツも似てるしね。ミニュース。ミニュースって何種類ぐらいあるんだろうね。さあ10時になりました。 M やお願い。はい、パワー首輪。何それ欲しい、すごいパワー首輪。体おかしくね、作画がおかしいんだけど。はい、コーナーへ3日って早いのこれって。あー、あれだね、ジャンプの一番最後のページとかにあるやつでしょ。こういうの買ったことないけど実際に効果あるんですかね。すぐ金に持っていくんだから。それはそれは、何そのリアクションのなさ。なるほどね。さ、パワーストーンとかさ、まあ実際に効果あるものはあるんだろうけどさ、そういうのって自分で確かめられないじゃん。だからね、どうしてもね、買えないよね、ああいうものは。騙されるんじゃないか。あ、ハートついてるね。これ誰だ、ここ。水戸、え、まさか、ついに来たんじゃないか、水戸ちゃん。マリッチ、マリッチが。すげえドクドク言ってる。へえ、大丈夫、水戸ちゃん。来たー。水戸ちゃんからなんだ。これ、ヒカリンさんの方からして欲しかったんだけどな。でも、せっかくなんだし、頑張ってほしいよね。俺たちの次に付き合ったカップルだし、ずっとラブラブだったし、絶対成功すると思う。頑張ろ。どこでプロポーズするのがいいでしょうか。そうだね、今まで見てないところがいいな。花火大会、駅のホーム、遊園地、高級レストラン。駅のホームって見てないけど、駅のホームで告白ってなんかロマンチックじゃないんだよな。でもヒカリンさんの場合、それも YouTube の動画のネタにしたりしそうだから、駅のホームで告ってみた感じの動画を作るんじゃないかなって思うんで、駅のホームでしてみましょう。人と違うところがいいですね。着替えた、そうだね、それだとちょっと南国気分満載なんで、着替えてみようか。ちょっと清楚な感じで行ってみましょうか。はい。タイミングね。タイミング、私に任せてください。もう2回、3回もやったからね。1回は失敗しちゃったけど。わかりました、任せてください。もう2回連続で成功したんで大丈夫です。駅のホームかどうなんだろう。でも成功、タイミングさえ合えば絶対成功すると思うけど。何その格好、ヒカリンさん。ふざけてんの。なんで、なんで雷様になってんの。行くぜ。あ、ドキドキ。タコス、なんでこの時にタコス考えてんだよ。飯のことばっかじゃねえかよ。こんにゃくって。早く。早く、なんでタコス、あ、やべえ、今騙されるところだった。お前、ミトちゃんといる時に他の女のことを考えるなんて、なんて人だ。てか目の前にいるじゃねえかよ。キャッ、あ、もう、くそ、早い。早すぎでしょ、今のタイミング。下手な音ゲーより難しいぜ。しかし、あのスピードで電車って、絶対、良くないよ。良くないよ。ちょっと待って、難しいんだけど、タイミング。おかしくない？今までと全然比べ物にならないけど、ほど難しいんだけど。こんにゃく。ピュッ、ボケ。寂しいね。このまま終電さ、ね、終わるまでずっといいよ。ね、終電通り過ぎちゃって、俺んち来いよっていう展開にしよう。うん、ナイスグッド。でも、あと一回しか失敗できないでしょ？喋ってるからね。喋らなきゃいいんで。ふっ、お、少々、あ、今の危なかった。一緒にいたから、そうだよ。どう、ヒカリさん。そうだよ。そこでヒカリさん男なんだからさ、リードしなきゃ。今夜は返さないとか言っちゃう？タコスばっかだな、こいつ。あぶねえ。はい、よし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 、いけるいける。何もう刺してよ、ヒカリンさん。大切な話言ったらあれしかないじゃん。よし、あと1回頼むぞ、絶対成功させたい。あぶねえ。よっしゃ。バッサンのこと考えすぎだろ。まさかバッサンのことが好きとかそういうことないよね。やったぜ！おめでとう、おめでとう、おめでとう。イエーイ、祝福してるよ、みんなが。いや、よかった。長かったね、ここまで。今までさ、ね、すげえ時間かかったけど、よかったね。嬉しいよ、もう俺の自分のことのように嬉しい。何俺って。
銀貨銀貨がいい。催眠術セットがいい。どういうことだよ。私たち夫婦は仮面夫婦って言いたいの。それでは結婚。ああよかった。もう3回目だけどね、何度見ても嬉しいわなこれ。そうだよね、初めてさ俺とバスターが結婚した時ブーケ受け取ったのがミトちゃんだったじゃん。だからそれから考えるとあっという間だったのかな。はあ、ついについに結ばれる。ここでなんでいつもキスしないんだろうこいつら。キスしろよキスしろって。いやでもよかった。アビブの髪色どうしたんだろう。それお風呂入るの忘れてたわ。あーでもみんなおバスターがうん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 やってる。そっか、元恋人つーか元プロポーズしてきたやつらがたくさんいるじゃん。ウゲポとかウゲポとよく付き合ってられるよね。すごいなミトちゃんは。多分心が広いんだろうね。あーでもよかったわ。新婚旅行、ミトちゃんとヒカリンの新婚旅行、いいペルー行ったんだ。いいねペルー。ペルーって意外といいとこだよね。意外とマチュピチュすげえ言いづらい。イエーイ。ヒカリンさん着替えて行かなかったの。両方とも目つぶってるしさ。ララヤ峠、ララヤ峠なんで看板の前なの。看板が有名なのか。じゃあ看板見してよじゃん。わあすごい、すごいのか。全然ペルーのこと知らない人じゃん俺。恥ずかしいんだけど、知識のなさが露呈されちゃうからやめて。さあさあさあ、そっか、これで3組目のカップルが誕生したわけですね。はい、何？お、サンポーニャだって。サンポーニャ、サンポーニャってなんだ。ペルー知らなすぎなんだけど俺、やべえな。あでもよかった、レベルアップもしたね。いやー長かったわ戦いが。家どんな感じなんだろう。綺麗な家かな。あ、カラフルでポップな感じで可愛いじゃない。ミトちゃんのセンスなのかな。いい感じだね。画面映えするわ。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。よかったわこの2人がくっついて。これで爽やか3頭は3組のカップルが出来上がったわけですね。いやーこれからどん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 カップルができていくと思いますけれど、次に結ばれるのは誰なんですかね。今のところ付き合ってる人ってもういないよね。結婚した人以外で付き合ってる人はいないと思うから、今後フリーのね女子もたくさんいるわけだからね、誰と誰が付き合うのか楽しみですね。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。